悩んでいる時、どうしようもなく辛い時、また友達や家族が悩んでいる時、誰に話せばいいのか、どのように話せばいいのか、わからないかもしれません。そんな時は、一人で悩んでいないで、周りにいる人に話してみませんか？いつもそばにいる両親、くだらない話ばっかりしているけど信頼できる友達、そんなに親しくはないけど頼りがいがありそうな先輩、子供の頃から自分のことを知っている親戚、いつも何かと声をかけてくれる先生や同僚、上司、知り合いには話せない、話したくないという時は、心の健康に関する相談窓口があります。心のダイヤルは、専門の相談員が心の悩みをお聞きします。電話番号 028-673-8341。 栃木いのちの電話は、悩みを聞き、話し相手になり、心の支えになっていこうという民間団体です。宇都宮センターは、電話番号 028-643-7830、 足利センターは、電話番号 028-444-0783、 精神保健福祉センターも、心の健康に関する相談に応じています。面接相談も行っています。電話番号 028-673-8785。 学校生活や家庭環境など、児童、生徒、保護者の方専用の相談窓口もあります。さわやかテレホンは、児童、生徒の皆さんを対象とした学校生活に関する相談窓口です。電話番号 028-665-9999。家庭教育ホットラインは、保護者の方を対象とした家庭での教育、お子さんの学校生活、対人関係などに関する相談窓口です。電話番号 028-665-7867。 メールでの相談も受け付けています。ご覧のアドレスにアクセスしてください。相談窓口は、栃木県のウェブサイトでも紹介しています。詳しくは、栃木県心の相談で検索してください。一人で悩んでいると、同じことばかりぐるぐると考えてしまいます。誰かに話すことで、自分一人では思いつかなかった考えや選択肢が見つかるかもしれません。周りをよく見てください。あなたの助けになってくれる人は必ずいます。